春本番の暖かさの中、続々と桜の便りが届いています。気象庁は東京と福岡で桜の開花を発表しました。え、本日え輪以上の署名、預所の開花を観測しましたのでお知らせします。今日の東京は最低気温13.9と朝から気温が高くなりました。 この陽気で靖国神社にあるソメイヨシノの標本木に5輪以上の花が咲いているのが確認され、気象庁は東京の桜の開花を発表しました。去年より4日遅く、平年より5日早い開花です。また、今日は福岡でも開花が発表されています。福岡は平年より2日早い開花です。 例年西日本や東日本では開花からおよそ1週間で満開になります東京や福岡の桜の名所も今月の末にはお花見で賑わいそうです